はいはい、あ、こんにちは、エレマンサイクルです。いや、昨日の朝、うちの、洗濯機が壊れて、でナミちゃんから連絡がありました。はあ、洗濯機壊れてどうしようと、よし買いに行こうということで、昨日の、営業は5時半に終わって、広島駅のビッグカメラまで洗濯ビッグカメラに、ね、洗濯機買いに行きました。でもナミちゃんが事前になんかこれいいんじゃないみたいな洗濯機があったんで、それをね買ったんですよ。まあ、その模様はねこの動画の後半で流します。で入店するこうやって、おナミちゃん洗濯機あるじゃんって言って、でまあスタッフさんが来たんで、あすいませんこれくださいって5秒で決まりました。でもその後でナミちゃん、いやこれもいいんじゃないあれもいいんじゃない、でもじゃなくてこれにしようって言って、それを買いました。なんかねアクアっていうブランドの10リットルの8万円ぐらいの洗濯機を買いました。まあでもビッグカメラさんが36回無金利やってるんで、もう当然無金利で買いました。で月々3300円ぐらいかな、確かね、ローンって3000円以上の支払いになるんで、それで買いました。ということで、あのエレマンサイクルも48回まで無金利、まあ、金利は、まあ、お店が負担するローンやってるので、もう迷う必要ないと思うんですよね。48万円すぐ用意できないけど、月1万円でいけるし、あと24万円だったら月5000円ぐらい。なんでみんな迷ってんだろうなと思って、もう買えばいいじゃんと思うんですけど、まあ多分いろんな理由があるんでしょうね。買ったら例えば奥さんになんか怒られるとか。でもそこってそういうそれと思うんですけどね。ちょっとおかしいなと思うことが何個かありますけど、まあこの前もジャカルタから来た、まあ、おじさんがなんか名言を残して帰ってたんですけど、いや俺はねなんかこのアドリブで結構名言言えるから、いや名言ってそんなもんじゃないと思うんですけどちょっと電話出ます。いやちょっとあのなんかで営業の電話でした。なんか話せばちょっと長いんですけど、今なんかメールを登録してるお客さんに欲しいものがあったら、なんかそのAI が自動でなんかあれをして自動で送るっていうメールがあるらしいんです。でも僕が今登録していただいてるお客さんが LINE だと大体ね400人ぐらいなんですよ。でも結局メールな開封率がいいからね、なんかそういういいことを言ってましたけど、結局はねアクセスって言って、まあお客さんの数なんですよ。だからとりあえずアクセスが上がる、まあ、お客さんを増やす何かアプリがあればそれを紹介してくれって言ってきました。まあ、言い方悪いですけど、分母を増やすアプリがあればやってくれって言ってましたけど、まあ、結局そういうのってこの去年の多分秋ぐらいからめちゃくちゃ増えてきて、そういうなんかそういう営業みたいな、僕はねそこじゃないと思ったんですね。いかにその400人の方にちゃんと届くなんか内容とかそういうのをやった方が、ただ楽して儲かるとか絶対ないと思うんで、やっぱそういうね、いかに絞ってその人がに問い合わせが来た時にいかにその人の合うものを紹介できるか、それって結局やり取りをして AI じゃ解決できないことを僕がやってるわけで、それがやっぱり店舗の実店舗の、まあ、あるべき姿っていうか、そういうのだと思うんで、ちょっとね最近のアプリとかはね楽しすぎやっぱり1対1でやるのが、だから僕が1対1でやりたかったから僕独立させたんですよ。はい、やっぱこうシステムに置き換えて、やっぱ1個のメールでこうバーって流して、まあ開封して、あたまたま、あいいのあったな買うとか、そういうのはね本当に太平洋の中でオキアミをばらまいてアジを釣るような感じなんで、そうじゃなくて僕ができればもうでっかいルアーでもう太平洋にバーン投げて大きいカジキを釣りたいんですよ。そういうお客さんと僕は今後も付き合っていきたいなと思ってます。はい、ということで、なんていうんだっけ、ローンです。ローンは悪じゃない、思い出した。話が脱線しました。だからそのジャカルタのおじさんが名言があったんですけど、欲しいもの買えとっていうところでした。で必要ないものは買うとワクワクしないけど、欲しいものってねやっぱワクワクするじゃないです か欲しいもの買いましょうってことです。はい、でもそのためにはどうしなきゃいけないかっていうのは多分いろいろ多分そのご家庭とか、ね、あると思うんで、まあいろいろね食器洗ったりとか掃除したりとかトイレ掃除したりとか、そういうなんか日々の積み重ねがないと分かんないけど、ちょっとこれ買うわって言った時に、あいいよって言われないかもしれないから、まあ日々のね生活です。はい、ということで、
昨日ね、あの冷蔵庫じゃなくて洗濯機を買いに行ったんで、その模様をご覧ください。ここ行ったよね。りんちゃん、洗濯機壊れたんだって？シール貼ったの？見して。何のシール？りんちゃん、何のシール？黄色。黄色。なんかね、洗濯機さっきみきたくんに来て聞いたんよ。なんかアイリス大山がいいんだって。そう、そうなん。ドラム式はアイリス大山が絶対いいって。あ、そう、うちは縦型がいいんです。まあ縦型だったらなんかもうぶっちゃけ何でもいいんじゃないかみたいな。え、そうなん。みきたくんちはドラム式のアイリス大山、アイリス大山をなんかそのうち欲しいらしくて、一時めちゃくちゃ調べたなって。やっぱアイリス大山いいんじゃね。なんか名前かっこいいよね、アイリス大山。うん、かっこいい。分からんけど、結構何でも作ってるじゃん、照明とか。うんうん、優しいし、優しい金額でね。優しい金額、いいっす、いいっす、優しい、いいっす。え、なみちゃん何それ、何飲んでるそれ。僕もなんかちょっと飲みたいんですけど、そういうの。お腹減って、お腹減って。うん、コンビニ寄る？チキン食べた、チキン食べた。何食べた？チキン、ツルツル。あ、ツルツル食べたの？なんでやから。私しかわからんのかね、りんちゃんは、もしかして、うん、だって、僕よりなみちゃんの方がりんちゃんと接する時間が長いじゃん。接する時間が長い。スパゲッティね。ファミリーマートよって何か買う？マウントレーニア買う。お肉食べたい。お肉？ファミチキ？ファミチキ。僕運転しよっか。うん。僕マウントレーニアに今ちょっとハマってるから。実はここに食料持ってきたんだ。食料？肉？あの洗濯機も何年使ったんかね、あれ。6年ぐらい使ったんか。6年以上でしょ。松田さんからもらった洗濯機、うん、だって高校の時から使った。高校の時からすでにボロボロだったけど意外と使えたよね。いや本当に、ああいうのがいいよね。うん、ママ落ちた。落ちた、落ちた。教えてくれてありがとう。いや使いやすかった。使いやすかったね。よいしょよいしょ。ああいうのがいいよね。ピッピッピッって洗濯機回してくれると。うん、でも乾燥機付きはいらないでしょ。うん、あれ何があるか。除湿機あるから。除湿機最高だからね。うん、だったら9万円ぐらいあるんじゃない？あるんよ。10リットルで。アクアっていうのがいいだし。アクア調べたらアクアあったね。アクアともう一個に。日立とかシャープいらいいっぽいよ。だまず今日行ったら絶対あの今日買うからっていうの言わなきゃダメよ。買うか買わないかを言わないと。ですぐ欲しいって。で値段交渉はしない。絶対しよう、絶対しよう。なんかちょっとマウントレーニア飲みたいんですけど。運転変わろうかどっかで。マウントレーニアどこで買う？そうよ、僕はあの太一くん、もう太一くんって呼ぶかのしたから、なんて呼んだらいいんって言ったら、なんでもいいですよって言うから、じゃあ太一くんって言うわって、ね、もう彼をちょっと社会人出た時にまあ恥ずかしくないように教育していこうかなと思って。今全然恥ずかしくないけど。メンバー便利ですね。
一キャリアか。はい、OK です。まだいけるよ。あ、OK よ。もうこれがね、慣れると慣れるまでちょっと難しいです、この車幅感覚。ステイバック200フィート。下がれ下がれって。違うよ、下がる、うん、違う、あのだから消防車だからこれがいいって言って。ハサミダメよ、前髪切りすぎるよそれやったら。いつかのあの時みたいに。やってみて。痛い痛い痛い。ピンポーン。いや雨だからじゃない。いやでもあれだね、僕は入った瞬間、奈美ちゃんがこれっていうのがあったから、もうすぐこれくださいって言ったね。入って5秒でか。私の情報正しかったか分からんけど。もうあれ間違いない。もう買うか買わないか。まあ、中見えるし。はい。大きかったけど、うん、まあでも10キロとかは多分いると思うし、しかもあれちゃんと処分してくれるらしいね。1100円、あと4000円らしい。まあそれはしょうがないでしょ。じゃあ金曜までどうやって過ごすかよね。それもう一回回すよ。なんか食べたい、うん、お腹減ったの。なんかそのまま行ったら遠隔操作でやりますって。お肉食べたいの、うん、お肉ってのもあれ、お肉なんか高級なものありません。お肉食べたい。パパお肉好きじゃないの。え、2対1でしょ。お肉の勝ち。お肉食べたい。どこがあるお肉食べる。お肉好きな人。はい。どこで買う？お肉を買って帰る。いやもう食べて帰った方がいいんじゃない？時間とか考えたら。ふんちゃん、うん。ふんちゃんはいいんじゃない？横山に置くよ。なんじゃ、シシか。シシ？うん。りんちゃんはシシは？いや。じゃあ、なんじゃがシシ。りんちゃんお肉行こう、お肉ね。絶対。行こう。えい。うわすごいね。よーいドン。いや洗濯機ね、よかったね、いいの決まってね。金曜日ね、洗濯機ね。何時だっけ。12時から13、15時。幅広い。なんか差し入れ出したんやで、オロナミシーかリボピダンテーよ。